AI タレントの登場で広告 CM 業界が一変。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。いよいよ本格的に生成 AI が私たちの仕事を奪っていきそうな気配がしています。これまでも兆候は至るところで起きてはいました。そこで今日は AI が私たちの仕事を奪うことについて分かりやすく解説します。昨年の10月4日の日経新聞に中国の配膳ロボット大手ブードロボテックスが海外で販売攻勢を強めるとの記事が掲載されました。人手不足や人件費上昇を背景に日本を含む先進国で非常に需要が高まっているという記事です。中国で2024年から25年に2つの工場を新設して生産能力を現在のなんと3倍に高めるということなんです。ブードゥは2016年に創業して2022年の売上高は約150億円、現在未上場ですが企業価値が10億ドルのユニコーン企業です。主要製品は飲食店向けロボットで料理をトレーに乗せて客席まで運ぶといういわゆる配膳ロボット、中国ではねいろんなところで使われております。そしてヨーロッパではバーガーキング、そしてケンタッキーフライドチキンなどの有名飲食店企業がクライアントとなっているそうです。日本では2022年末までにスカイラークホールディングスのガスト、ここに約2100店舗ありますが、なんと3000台を納入しています。ガストで見かけた人も結構いるのではないかなと思います。そして注目すべきはサービスロボットの世界市場。2018年は100億ドル強だったものが2023年にはなんと約350億ドルに拡大する予測です。市場の3分の1を中国が占めているというから驚きです。ブードゥはサービスロボットの中国シェアで第2位、23.2% のシェア率です。そして第1位はキーンオンの 60.4%、 圧倒的な1位です。この分野でも日本は大きく出遅れているのが現状です。今回ブードゥが工場を常設する目的はホテルのルームサービス、これを運搬するロボット需要への対応となります。ブードの日本への納入台数は約7500台で、飲食店向けロボットの日本でのシェアは首位。日本の飲食業におけるサービスロボットの導入は主に人材不足が原因となっています。だから今働いている人間の仕事を奪ったという形とは違いますが、結果的にそうなるということです。そして10月上旬に衝撃的なニュースが流れました。伊藤園、飲料メーカーですね、大井お茶カテキン緑茶のテレビ CM に AI タレントを起用したということなんです。 AI タレント事業を手掛けている企業 AI モデルが、自社の AI タレントが採用されたことを昨年の10月3日に公表しました。テレビ CM に登場する AI タレントの名称は明らかではありませんが、 CM はテレビのほか伊藤園の公式 YouTube チャンネルでも公開されています。はっきり言いますが、本物の人間と見分けはつかないレベルです。私も見ましたが、これはすごいの一言です。 AI モデルについては以前、紹介したことがありますが、 AI タレントが登場するテレビ CM はこれが日本初ということです。広告やファッションモデルなど様々な業界のコスト削減に貢献できる、これだけは確かでしょう。タレントやモデルを使った時のコストもバカにはなりません。また伊藤園はテレビ CM 以外にも生成 AI を積極的に活用しております。例えばパッケージデザインは、プラグが提供する商品デザイン用の画像生成 AI サービスのパイロット版、これが生成した画像を参考にして人間のデザイナーが完成させているとのことです。今時代はですね、クリエイティブと言われる分野で大きな曲がり角に来ています。 AI タレントがテレビ CM に出演するということは、
この動きどんどん広がると思います。ネット広告で使われている画像は AI が多いので疑ってかかった方が賢明です。またタレント事務所もこれから非常に大変になると思います。 AI タレントにとって代わられる可能性が大きいからです。何しろ人気タレントはギャラが高額、メディアの世界も出演者のパラダイムシフトが起こりそうな予感です。ジャニーズ問題などもありますので、荒れている芸能界に AI タレントは一石を投じるかもしれません。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって、私長谷川が様々な視点から経営に役立つ情報を収集分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。